レスリーが3試合目にして高原の前に大きな壁が立ちはだかる。首位バイエルンミュンヘン、そして世界屈指のゴールキーパーで無失点記録を続けるオリバー・カーンだ。カーンは今シーズン12節のドルトムント戦で1失点して以来、前節のビーレフェルト戦まで7試合にわたって無失点を続けている。時間にして713分、99年に作った自己記録の736分、その更新まであと24分と迫っていた。僕に言いましたら別にキーパーは別に誰でもいいんですよ。だからよくね、バイエルンと試合の時にね、カーンと対決、カーンと対決っていうよりもね、バイエルンのやっぱりディフェンスラインと、あとはまあボランチのね、やっぱそういうのですよね、カーンのところに行くまでにそういうやっぱりすごいね、もう組織的で個人のスキルも高い、ね、ディフェンスがあるわけですよ。そことね、やんなきゃいけないね、カーンなんて言ってる暇じゃないですよ。欧州ナンバーワンクラブと対峙した高原の胸は高ぶる。しかし前半11分、バイエルンが先制。同点にするべく高原は果敢に前を狙うも、バイエルンディフェンス陣の分厚い守備を前にチームは攻撃の組み立てすらできない。そしてカーンの記録は更新された。ね、本当にまあもう前半と、あとまあ後半途中まではね、本当にもうやられたい放題って感じでしたけども、後半から少しずつやっぱりペースをつかんで、で、まあ、マイヤーがね、投入された時点で非常に攻撃できるようになって、でボールも自分たちで多少やっぱりつなげるようになって、落ち着いてきて、後半18分、メイエルの交代出場を機に試合の流れは徐々にハエスファウに傾いていく。そしてタイムアップがほんの数刻後に迫ったロスタイム。劇的な一撃だった。本当にあれだけね、ぴったりセンターリングがあってね、自分のところに来たっていうのは本当に初めてだとね思うんですけどね、とにかくそれをやっぱり決めれてね、とにかくチームに貢献できたことはね、本当に僕にとっては大きかったなと、これからやっぱりプレーしていく上で非常に大きいゴールを決めれたなと思いますけど。高原のブンデスリーガ初ゴールは、世界最高のゴールキーパーを相手に、そしてチームの敗戦の危機を救う貴重な一撃だった。